はい、山寺です。今ですね、ちょっとね、雨の中ですけどもね、西成に来ております。これからですね、視聴者さんがおすすめの、カラオケ居酒屋にちょっと行こうと思います。ゆうちゃんというところです。今からね、行きますんで、よろしくお願いいたします。では、ではですね、早速ゆうちゃんに入ってみたいと思います。はい、今からですね、焼酎の水割りをいただきます。いただきます。あ、うまいね、やっぱり麦焼酎飲んでますね。うん、お通しのですね、枝豆いただきます。はい、久々です、枝豆食べるの。いただきます。うん、久々に、枝豆ね、うまいですよ。塩加減がちょうどいいですね。うん、今からですね、豚バラ炒めを食べます。豚バラ炒め、これね、700円です。ちょっといただきます。豚バラばっかり炒まってるんですけどね、美味しそうです。いただきます。豚バラ、いただきます。めちゃめちゃ美味しいですよ。塩味が効いてて最高ですわ。ハイボールとめちゃくちゃ合いますよ、ほんまに。うん、最高です。2杯目焼酎です。すごい暑い、蒸し暑いですよね今日は。なんか暑くてほんま溶けそうになりますわ。溶けへんけど、なんでやねん、溶けるかいみたいな感じですけどね。いやいや、うまいことないですけどね、溶けそうですよほんまに。しんさん、あれですね、あの角度で痩せたように見えるだけで全然痩せてませんよ。うん、池田さん、帰って飲むぞ。乾杯。ね、最高ですわ。今ね、ちょっとね、あの生ライブをしながら撮影もしてるっていう感じですわ。うん、なんかすごいナチュラルに行こうかなと。しかも一人だけですからね、かなり変態ですよ。かなりね、変態度が増しますよ。うん、なんかね、もう変態すぎですよ、ね。でもね、豚バラ美味しいですよ。トモ食い、完全なトモ食い。たまに美味しそうだな。これ、うん、うまっ。うまい、美味しい。最高です。めっちゃ楽しいですよ、大阪は。最高や。うまいですね。はい、今ゆうちゃんで飲んできました。ね、結構楽しいね、お店でね、よかったですよ。焼酎2杯と、豚バラ炒めですね、食べまして、あとお通しが枝豆、全部で2200円でした。まあね、ちょっとどういうかね、カラオケ居酒屋っていう感じなんで、まあ、こんなもんでしょう。ということで、ごちそうさまでした。もしよければね、またチャンネル登録していただくと嬉しいです。ではお疲れ様でした。ありがとうございます。